学びの向上ククイックリポート今回は平成27年度さいたま市学習状況調査実施速報小・中学校理科編を配信します1月8日に実施されましたさいたま市学習状況調査の出題の趣旨や特徴的な問題教科の力を伸ばすアドバイスなどについて解説しますまず小学校の 出題の趣旨について説明します。小学校では、画面にある6つを身につけることが、教科の目標となっています。これらの6つのことが、バランスよく身についているかどうか、基本的な知識等の定着が図られているかどうかを見ることが、出題の趣旨となっています。次に、中学校の出題の趣旨について説明します。中学校では、 画面にある5つを身につけることが、教科の目標となっています。授業や生活の中で得た知識や、調べる活動を通して得た知識を組み合わせて、物事を総合的に見たり、考えたりする態度を身につけることが期待されています。そのため、覚えたことを記述する問題だけではなく、思考力や表現力が身についているかどうかを見ることが、 出題の趣旨となっていま,すまず、小学校理科です。さいたま市の子どもたちの小学校理科の課題として、科学的な言葉の意味を正確に理解すること、また、自然の事物現象について、実感を伴った理解が十分に図られていないことなどが挙げられます。そこで、先ほどの課題に関連した特徴的な問題として、 二つの問題を取り上げて説明します。一つ目は、第五学年1の5の空気は温められると体積が大きくなることを石鹸水の膜の様子と関連づけて考えるという問題です。二つ目は、第六学年5の3の月は日によって形が変わって見える理由を説明することができるという問題です。まず 第五学年の問題です。この問題では、試験管の口に石鹸水の膜を貼り、手で温めると、試験管の口を上に向けても、下に向けても膜が膨らむことから、その理由を答えるものです。答えるときには、温めるという言葉を用いなければなりません。平成27年度の全国学力学習状況調査小学校理科において、 表のように、物質の問題及び記述式と呼ばれる問題は正答率が低くなっております。なお、平成26、25年度の埼玉市学習状況調査小学校5学年にも似た問題が出題されており、いずれも最も正答率の低い問題となっておりました。本市の児童の課題である自然の事物現象について、 実感を伴った理解につなげるためには家庭でシャボン液などを使って同じような実験をするなど日常の生活の中で体験することが大切だと考えます次に第6学年の問題ですこの問題は毎日月の観察を続けていくと月の形が変化するのでその理由を答えるものです答えるときには太陽と 月という言葉を用いなくてはなりません。平成27年度の全国学力学習状況調査小学校理科において、表のように地球の問題及び記述式と呼ばれる問題は正答率が低くなっております。なお、地球の区分の問題は平成26、25年度のさいたま市学習状況調査小学校第5学年において、 回答しない児童の割合が高くなっておりました。本市の児童の課題である、自然の事物・現象について、実感を伴った理解につなげるには、家庭で夜空を眺めてみたり、埼玉市青少年宇宙科学館に出かけるなど、日常の生活の中で体験することが大切だと考えます。次に、中学校理科です。本市の生徒に見られる課題として、 観察実験の結果を分析して解釈すること、また学習した知識技能を活用することなどが挙げられます。そこで先ほどの課題に関連した特徴的な問題として、第1学年で出題した地層の出来方や作りについての問題と、第2学年で出題した圧力についての問題を取り上げます。 自動のでき方と特徴を問うこの問題は平成27年度埼玉市学習状況調査小学校第6学年の問題と同一問題であり中学校第1学年との定着度を比較します砂や泥を含む土が水の中では重いもの砂から早く下にたまり 軽いもの、泥がその上に積み重なっていくため、層ができていくのです。第六学年で行った地層ができる仕組みを調べる実験を思い出し、ご家庭でも砂や泥を含む土と水を空き瓶などに入れてよく振り、どのような層ができるか観察してみましょう。また、なぜそうなるのかを考えてみましょう。 こうした観察を通して、なぜそうなったのか、その理由を考えることは、観察実験の結果を分析して解釈することにつながります。次の圧力についての問題は、平成24年度の埼玉市学習状況調査の問題と同一問題です。また、平成26年度には、類似問題として出題し、 共に正当率に課題が見られた問題です。圧力は物体同士の触れ合う面を垂直に押す単位面積あたりの力の大きさです。単位面積とは面積1平方メートルや1平方センチメートルのことです。そのため単位面積あたりの力の大きさを求めるには 面を垂直に押す力の大きさ、ニュートン、割る力が働く面積、平方メートルとなり、単位はニュートン毎平方メートルと表すことになります。また、1パスカルイコール、1ニュートン毎平方メートルであることも一緒に理解しておきましょう。さらに、 スキー板のように接する面積を大きくすることで圧力を小さくし沈まないようにした道具や針の先端のように接する面積を小さくして圧力を大きくして穴を開けやすくした道具など私たちの生活の中での身近な道具を取り上げてみましょう理科で学習した知識技能を 日常生活の場面において活用することにつながりますこれで学びの向上クイックリポート小・中学校理科編を終わりにします学びの QR は3月に次の配信を予定しています